皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。えー、小関啓二です。どうも、えー、今日も始まりました。小関啓一、競馬予想でございます。<laughs> 懐かしいな、これ。<laughs> あ、今度からこういう入り方すればいいんだな。<laughs> やっぱりですね、あのね、今日は、あの家から。 おお送りりしてます仕事はですね、き今日で最終日なんですけども、4日間休みだったということで、普段のトラック乗ってるんですけども、1回休みだって言われれば、2日休み確定なんですよね、僕のトラックの会社はね。で、そして、なんていうんだろう、積むのに仲間たちが集まれば、やっぱりね、 はぶれました <laughs> はぶれてあの4日休みになっちゃって、はい、でまあ明日からは仕事なんですけどもやっぱりあのねえっ、ー、とエンジン音はしない、はい、あの後ろとかねあのここら辺に多分あのいつもカーテンあってねあのであの多分今回はあの多分全体のね多分もうねこうねあのここら辺 なんて言ううだろう <laughs> あのこう携帯をね縦にしてやってるんですけどね今回は横にしてやってるってはいあのトラックを取る時はねあの縦にしかできないんでねはいちょっとね厳しいな <laughs> ただあの家でやるとこうやってあのゆっくりなんか気持ち的にもねねやっぱりねゆっくり喋れてあのトラックの出るの本当に。 切羽詰まってる時にやってるんでね、あの予想もね、もう全然もうね、ほんと、やっつけ動画、本当申し訳ないです <laughs>。あ、そうそう、2分、あの、またベラベラ喋ってしまいました。はい、ということでですね、今回の、えー、と競馬予想動画は、えーと、4月3日に行われる、えー、ダービー競争チャレンジトロフィーの、えー、と予想でございます。はい、じゃあ行きましょう。はい いやー、いいな。やっぱ家だとこのホワイトボードがあるんでね。<laughs> このね、ホワイトボードがやっぱり好きです。はい。えっ、ー、と、4月3日第48回、中山11レース、芝1600メートル、えっ、ー、と、ダービー卿チャレンジトロフィー G3 ということで、えっ、ー、と、僕5番ダッシングブレイズからいきたいと思います。そして6番里トノアラジン。もう3枠5、6ですね、もうね。あのー、で、8番、えっ、ー、と、エクストラエンドと。はい。 でまあ,あのここに1番、4番、10番ということでこれはまあ、あの白三角ということであ白三角書いてないですねはいえー、とこんな感じで、えー、と攻めてみたいと思います一応まあ、そうですね本命ダッシングブレイズからそうですね生まれ、あ、んここら辺はあのいつも通りいつも通り生まれんワイドで、えー、とダッシングブレイズからここら辺 <laughs> すいません、あの、さっき食ったあの、ショートケーキがね、あのね、上がってきちゃって <laughs>、で、あのね、ここら辺を、あの、生まれ生まれどで、流していこうかなとは思ってます。はい。まあ、そうですね、ダッシングブレイズ、あの、なんか前奏、なんか、あの <coughs>、なんだこれ、競争中心なのかな、止めって書いてあるんですけど、はい。うん、あのね、 えっと、一番人気ながらね、うん。あ、これ、7、7って書いてあるから、これ、あれかな、これ。走って、走って競争中心ってことですかね。はい。うん、違うのかな。<laughs> あのー、そうですね。うん。まあ、要は、パワーがまだ、あり余ってるってこと <laughs> うんでもねえっとそうですね東京新聞杯に出てまあその前はあのね本当条件戦でねあの上がり馬なんですけども <laughs> あのそうですねちょっとアクシデントあってまあしょうがないまあ乾きあのでもう一回あのこのトロフィーにチャレンジするぞみたいなまさにチャレンジトロフィーということで <laughs> であとそうですね六番佐藤のアルジンですはいあのまあ多分 もしかしたらですけど、僕、この里のアラジンが1番人気になる可能性あると思いますね、前のチャンピオンシップでねあの3番人気で4着です、ねはいねあので、ー、ね、その前にもね、あのフジステークスエプソムカップということで、あの2着2着できてるんで、<coughs> うん、なんか調子悪くなりした。<laughs> <coughs> <coughs> 許してください今日ねあの、エイプリルフールなんでね <laughs>、ちょっとあのすみません、許していただけたらと思います <laughs> で。であとは、そうですねあの、うん、エキストラエンドですね、前奏、東京新聞杯、あこれ、あれかあの、ダッシングブレーズと走ったらあの、うんえーと、ダッシングブレーズが一番人気がガラガラと下がっていっちゃってる。<laughs> でキストレンドが2番人気ながらこうねあのスポンとあ6番人気ながらこうスポンと2着に入ったというまあそうですねこの3頭もう真ん中枠って言ったらいいのかなこれなもう真ん,真ん中よりちょっと右側って言ったらいいですかねうんであとはですねあのー、見てみたんですけどもねまあロゴタイプですとかね サンライズメジャー、サンライズメジャーですとかね、まああの年、6、7歳でもね、やっぱりあのなんかこう、うん、成績がこう、なんていうんだろう、いい馬はたくさんいると思います、はい G3 なのにね。はい だから、そうですね、佐藤アラジンから買ったら、もしかしたら面白くないかもしれないですけども、どうしてもなんか、まあそうですね、クラレントも行ってみたいんですけどもね、クラレント、そうですね、G2 戦線とかでね、もう、あのバリバリやってるんですけどもね、G3 ではどうかなと、だんだん多分、もうこうこ人間でも多分あると思うんですけども、やっぱりピーク過ぎたら、こうもうね、 あの野球選手でもサッカー選手でもまあ下がらない人は下がらないですけども自分なんかもう高校時代でもう野球,やや野球も高校時代でやってたんですけど高校時代でもう野球なんかもこうすか <laughs>、うん、ああ違うかな小学校でピークで高校でちょっともう過言気味だったかな <laughs> ねえもう若いのにねダメ、うん、ですなんかそんな感じです 皐月賞で上がってもうそこからダウンみたいな <laughs> うーんそうですねいろいろまあいると思いますけどとりあえず僕が気になったのはこの「ダッシングブレイズ佐渡島アラジン」ストライドではい行ってみたいと思いますはいじゃあえー、っとということであのいつも通りゆっくり喋ってるつもりなんですけども 内容がまた <laughs> ねあの何を言ってるか分か,らない分からないかもしれないですけどもはいうんそうですね結局はああ「北三ブラック」いたの忘れてたそういえばうん「北三ブラック賞」はねあー違うかあ間違ったこれは <laughs> これ「三景大阪杯」でしたすいません <laughs> もう一回何かねあの喋ろうと思ったらね「あの三景大阪杯の、ね」の でパッと見ねあの「キサ,サンブラック湘南パンドラ」「ああ俺こいつらいいの忘れてた」みたいな <laughs> またそれはあの別の話に、ね、なりますんでねはいえっ、ー、とまあそうですねあのまたね相変わらず締めが悪いんですけどもえっ、ー、とということで、えー、小関啓一の競馬予想動画えっ、ー、と以上で終わりたいと思います。 とということで締まりが悪いんですけども次はあの産経大阪杯の動画を、ね、あの上げてみたいと思います。予想動画でございます。えっとね、ぜひあの馬券のご一行にあのしていただきたいと思いそして僕の予想にもし乗っかっていただいた場合はあの破滅を信じてあの、ねえー、っとかけていただいてく、はい、れたら面白いなと思います。<laughs> ということで、えっ、ー、と、奥関きゅでした。えっ、ー、と、ご視聴ありがとうございました。では。<laughs>